ちは、シュです。今回は、闘技場3、セフィロス、ドットセフィロス使ってやってこうかなと思う。で、今回ね、途中からにした。で、継承が、リーダーになし。で、ペルセポネ、エスカマリ、セシル、タケちゃん、で、神結び、ライナー、大国シーン、で、フレンドが、悪魔将軍だね。で、ここね、ちょっとやばかったんだよね。固定ダメとか今回持ってこなかったから火力で抜こうと思ってたんだけど、ちょうどね光っていうかなり優しいのが出た。なんで普通に倒します。でこれ急こげしで最大倍率だね。なんでがっつりやるときは急こげししてこれで普通にいけると思う。で今回なんだけど列がねリダフレしか持ってないよね。なんで別に列にする必要もないのかな。オッケーオッケー。あ、1000万出てんね。もう次ペルセポンに2000万近く出てたかな今。なんで多分今闇落ち込んなくても普通に敵が闇じゃなくてもじゃない光じゃなくても多分倒せてたと思う。で今回さなんでね途中からやってるかっていうと、まあ、別に理由はないんだよね。理由はないんだけど、まあ、こっちの方がねなんか動画時間が短くてねいいんじゃないかなっていう風にもう若干思えてきた。どうしようかな。ここをちょっとだけグダろう。そう割とねグダっちゃうんだよね。こう闇を左してこのパーティーだと。なんで意外と途中からやってもよかったんじゃないかな。はい、ここさっきから追撃で倒したいんだけど難しい。とりあえず毒処理してで一応回復倍率乗ってんだよね。これでどうかな。回復間に合うかな。ワンチャン死ぬな。あー全然余裕だね。で色あれあー惜しいな。あと1個あれば別だったんだけど、ここ1列でちょうどいいと思う。1列だとねあんまりパワーが出ないんだよね。いや悪くないんじゃないかな。下でもう1個組めるけど闇あえて組まないで、いやいいんじゃない。これいい調整な気がする。よし今半分来てなかったら多分やられてたよね。だからしっかりやるべきだったけど OK。 はいよ。1列分あるし行っちゃおう。神結びねワンチャンいらない可能性もあるな。そんなに追撃は今回必要ない気もする。一応回復倍率も乗ってるから頑張ればいけるし。あーでさーもうすぐあれだよね、スプラトゥーン発売するんだもんね。でスプラトゥーンねちょっとやりたいなーと思ってんだけど、私ねあれ初代っていうか Wii U の時やってなかったんだよ。なんで下手なんだよね結構なんか前夜祭みたいにやったんだけど、なかなか下手くそで、動画にしたい気持ちもあったんだけど、まあ、やるならちょっと練習してからにしたいな。でもスプラトゥーン人気すごいよね。なんかちょっと紹介ムービーみたいに流れると、Twitter とかのトレンドになったりして。あ、これ緑落とせんな。OK。で、セフィロスね、使ってみたんだけど、そこまで強さ感じないな。なんかサブ向けな気がする。どこまでゴーっていう感じはない。で、ここは、どうしよう。一列で倒せるかな。お、あー、ダメか。はい。これでいけます?列が4つだね。リダフレしかないから4つで。OK。順調。で、ここもた、ここは多分1列で抜けると思う。こいつはね、結構厄介なんだけど、そこまで貴族性で来ないと厄介ではない気がするんで、よいしょ。で、指も結構多めな気がすんな。セフィロス1個、大国2個。あ、で、大国入れてんのか、このパーティーね、リーダーが封印持ってないんだよ。なんで、サブでね、2個持ち誰か入れたかったんだよね。そうなった時に、指も持ってて、なかなかいいなと思って、普通に大国入れた。他の封印2個持ちだとね、デュルガーとか、自分発音気をつけた、デュルガーとかがいいんじゃないかな。他誰かいたっけな。あ、カストルもね、入れようかなと思ったんだけど、カストル指ないんだよね。あ、なんで、大国がね、指2個もあって、HP も多かった気がするから、まあいいんじゃないかな。あ、でもカストルってタイプ満たしてんのかな。大国が一応、大国じゃない、このセフィロスが、あ、回復残しとこうか。セフィロスが悪魔と攻撃に倍率かかんだよね。カストル悪魔と攻撃じゃないよね。
なんで奥に結構おすすめ。よし、いいよ。で、回復も倍率かかってるから、まあまあ回復するはず。うん、いいね、いいね。で、芝出るとめんどくさいな。どうしましょう。どうしようかな、マジで。とりあえず、これ回復したいんだけど、毒ある場合、まあまあのダメージ受けちゃうんだよね。難しい。で、遅延食らってからライナーも使えないのか。これやばいな。これかけますやべ、あんまりよくない。これかけよう。あ、すげえ、悪魔将軍ってあれなのか。回復消すもんだと思ったけど消さないんだ、回復。あ、それならいいんじゃない。これ回復施設突破で次のリファイブの先生耐えれるでしょう。オッケー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 。このね、変換よく覚えてないことはすごいあるんだよね。なんで今度からちゃんと覚えておきたいんだけど。 OK、 いいね、これで。わ、回復できたらごこげしにしたかったけど間に合うかな。落ち込ん、乗れ、落ち込ん、いっ、おーあざっす、開口落ち込ん。 OK、 リファイブも対応。神結び遅延振っとくべきだったな。うん、で、ここ一旦貯めて次ライナー、神結び継承のライナー使って突破。回復ちょっと消そうか。オッケー。こいつは多分相手光だし、闇1列でいけようと思ったけど1列分ない。ちょっと難しいな。こんな感じかな。ちょっと繋がってるけど、オッケー。とりあえず回復優先で。うん、1列あるね。ここで倒そう。くそ、やべ、ぐだってんな。ここそんなにぐだるとこじゃないんだけど。とりあえずや、ミオンで。1列あればいけるから1列分だけ、あと回復も。あれ、これ確定で闇消すわけじゃないよね。偶然だよね。よし、ここでいけんね、ここで。ここで。よーし、よし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 。ライナー使って、6コンボか。いけるかな。やべ、ちょ、ごめんなさい、これミスってる。やべ、間に合うかな。いや、いってんね。1、2、3、4、5、6、7。で、ベルゼブブ出ても、セポネーに、エスカマリ継承してるから大丈夫。でも、盤面いいからできるだけ出てほしくない。オッケー。で、ここでいきまーす。いいでしょう。あー、で、これ3体がね、貫通向こう持ってるから、できたらね、ゼウドラ、ノアドラ、その他出てほしい。あー、おお、いいじゃん。やってみようか、倒せるか。ゼウドラワンパイにしようかな。タイトルシーン入れてるから、順番としてはセポネ使って、で、シーン使っていけるかな。これこれのね、組み方がいまいちわかんないんだけど、とりあえずやってみまーす。やってみまーす。あ、やべ、積んだ。やべ、積んだ。いや、積んでない。あ、いいんじゃない、これで。どう、ツーウェイにもして、うまい。うわー、音がいい。わ、これワンパンじゃないかな。うわなんかパキーになったね、かっこよい。で、どうしようかな。ここもセフィロス使っちゃおう。いいね、エンハンス中だし、多分ここもワンパン。あ、待って、これさ、確か急行、正方形な形にすると 2.5 倍かかるんだよね。なんでこういう場合だってさ、普通に列とかにしないで、今回列も少ないし、こういう無効じゃない敵にもこうやった方がさ、倍率かかっていいんじゃないかな。そうだよね、今気づいた。で、2面にしたいけど、こうか。これで2面になって、うん、いいね。ちょうどセフィロスがね、急攻撃しで最大倍率だから、この正方形のと相性もいい。よし、で、ここもタケちゃん使って、ここも急攻撃しの方がいいんじゃないかな。
あーすごい、道中急攻撃してくればよかったんじゃん、これわざわざあれしなくて、列にしないで。いいね、これ結構好き、ビューンってやつ。うん、800万出てる。よし、最近ね、終わった後ね、 FF ガチャ1回引くのハマってるから、1回だけ引いて終わります。ノクティスが欲しい。ノクティスね、1体持ってんだけど、ドット8の分岐させたいが。